お待たせいたしました。 3x3.exe プレミアジャパン2020カップパワードバイサンクロレラ、いよいよファイナルです。決勝のカードは東京ダイムドットエグゼ VS 東京クレヨンドットエグゼ。さあいよいよファイナルです。一色さん、はい、その前にロスター紹介します、はい、東京ダイムドットエグゼ7番鈴木啓太、70番小松正弘、20番岩下達郎、91番落合智也。対する東京クレヨンドットエグゼ、23番スペンサー・ジェニングス、1番ライアン・タナ、34番カイル・リチャードソン、以上のメンバーとなります。では決勝前見どころ、一色さん聞かせてください。はい、まあ、両チームの下馬評通り勝ち上がってきたなっていう印象はあるんですけども、はい、まあ、1試合もちょっと楽な試合はなかったんじゃないかなと思うので、はい、うん、まあ、ちょっと唯一気になるのは1試合クレヨンのが多いということと、はい、まあ、人数3人で戦ってきたというところで、うん、それがどう影響するかなという、そうですね、はい、どっちに転ぶかと、はい、なります、はい、ではこの再開を祝した今大会ファイナルです。世の中は時々嘘をつく。その波に飲まれたくないなら、内なる声に耳を澄まし、大切なひとときを心に刻め。自分の中に確かにあるベーシックを研ぎ澄ませ。裸の自分を信じる人へ、メンズスキンケアバルクオム。では参りましょう、ファイナルゲームスタート。決勝戦はやはりレフリーこの2名、フィーバー 3x3 インターナショナルレフリーの伊藤亮介、そして小島恵子です。今回カエル選手初めてじゃないですかね、自分より大きい選手が相手するのは、はい、そうですね。さっきちょっと合間に東京ダイムの、鈴木啓太選手とちょっと話したんですけども、はい、やっぱり全然満足してないですね、ここまでの内容に、はい、はい、全然まだまだだなっていうストイックさを感じました。今日はね、先ほども決勝前1番にコートに出てきて、2ポイントを打ち込んでましたけども、はいはい、そうですね、なかなか2ポイントが入ってませんでしたからね、うん、おお、柔らかいタッチ、ね、決めてきました。2対0。カイル、今日はまだこのカイルの2は決まっていないが、ここでの存在感、この2人のマッチアップだ。 いいですね、落合選手とカイル選手、越谷でチームメイトにもなってましたからね。そうなんですね、はい、お互いのことはよく分かってるはずです、はいはいはい、小松。ここまで4対0とスタートダッシュに成功しているブラックのクレヨンです。あ、ナイスリバウンド。来た、ちょうど練習してたところで決めてきましたね。しっかりそのあたりも大会中にアジャストして4対2。見てる限りフィジカルのコンタクトが今までよりちょっと激しいですね、はい、お互い力入ってます。日本来た、来るか、シー、
今度はタナ、かなり両チームシュートまでのプレーが速くなってきてる、はい、ナイスムーブ、ムーブあります、カイル選手スピードもありますからね、うん、果敢に2を狙ってくる、いいですね、もう落ちても全然気にしないで打ち続けてますね、うん、これが勝負どこで決まってくるかもしれませんね、そうですね、そしてこの2人がよく動いてる、ライアン・タナ、そしてスペンサー・ジェニングス、スペンサー選手目立たないところでディフェンス頑張ってるんですよね、はい、落合選手がプレッシャーをかけろと声をかけてる、リバウンド、ルーズボール、うおー、思いっきりきましたね、これはディスクオリファイじゃないかというアピールですが、ここで TV タイムアウトです。先ほどのファウルに対するワンショットです。大内智也、このタイムアウト中両チーム対照的でしたね、東京ダイムの方は鈴木啓太選手中心にいろいろ話し合ってましたけど、はい、クレヨンの方はもう何も言葉交わさず、うん、淡々と、過ごしてましたね。強い、ねじ込んだ、この辺りはやはりライアン・タナ、そうですね、今日ちょっと MVP 級の活躍かもしれないですね、なるほど、はい、来た、いや調子いいですね、来ましたね、尻上がりにね今日、はい、得点に絡んでくる、おお、まあ、こういうところで、はい、今もうリング背にしてましたからね、うん、リング見てないですね、大きなプレーは鈴木啓太、おなじみのルーティーン、落合選手ちょっとギアが一段上がってますね、はい、今までの試合よりディフェンスに対するプレッシャーが強くなってます、うん、これはカイル・リチャードソン選手に対する落合選手のファウル、はい、もう簡単に1点あげないっていうような気持ちが出てますね、うん、これで両チームともファウルは3つずつ、スコア9対6、3点リードはブラック、クレヨンしっかり守ってますね、はい、小松選手に好きにやらせてないです、キックアウトだ、しっかりリバウンド、そうですね、決勝戦にふさわしい戦いですね、うん、激しい、お互いディフェンスが素晴らしいです、ぶつかり合うこの音がね、聞こえてきますね、聞こえてきますね、今まで聞こえてこなかった音が、はい、バチバチ聞こえてきますね、すごいです決勝戦、はい、クワ守ってる、ナイスです、出さない、
これスピードですね、うん、ああやって高い位置まで岩下選手出てきちゃうと、うん、スピードで抜かれちゃう可能性ありますね。もちろんマッチアップ開けてしまえばアウトサイド外が飛んできます。3点ビハインドは白東京ダイム。あ、来ましたね。クーフ落合選手もまあまあ強いですけど、そうですね、田中選手上回ってますね2本来た、2本連続追いつきましたね。2秒、ショットクロック1秒、うおー、ギリギリでスコア。今スペンサー選手の判断良かったですね、うん、無理してシュート行かず、そこは田中選手に任せましたね、はい、しかしショットクロックギリギリで田中選手も間に合わせてねじ込んできました、はい、1点勝ち越しクレヨン。帰る、まだ来ない、なんか入りそうな気はしますけどね、シュートタッチ悪くなさそうです。カイル・リチャードソン選手今日この試合特に2ポイントたくさん打ってますが、はい、こう打ちながら感覚をつかむようなことっていうのはあるんでしょうか。そうですね、うん、入ったと思っても入らない時もありますし、うん、逆に入っちゃったっていうのもあるんですけど、はい、こんだけ打ってるってことはやっぱり自分も自信持って打ってるはずですので、うん、その最後まで打ち続けると思います、はい、悪くないという感じているわけですね、はい、なかなかね、あれぐらい外しちゃうとどうしても躊躇しそうなもんですけど ね、 これは足元に入った、ショットクロックギリギリでファールです。ここで TB タイムアウト。残りは3分36秒、スコア12対10です。ブラックのクレヨンドットエグゼ2点のリード、ここはワンショットです。腰交代、おう、トラベリング、ここは守った、審判も厳しく取ってきましたね、はいはい、ここはフィーバーインターナショナルレフリーの小島と伊藤のコンビ。ミドルジャンパーバンクで決めた、よく決めましたね。逆を取る、ターナいいですね今ちょっとライン踏んでるようにも見えたんですけど、うん、はい、ちょっとダイヤム、ここは辛抱ですね、うん、14対11、スリップした、うわーっと、今日ちょっと小松選手アンラッキーかもしれないですね、はい、競り合いのところでファール取られちゃいますね、はい、ここは一旦オフィシャルが
コアの確認です。得点13対11ですね。そうですね、やっぱさっきの2ポイントが1点に訂正されたんですけど、ね、はい、ライン踏んでました、ね、そうですね、ご指摘通り棚がまた狙ってくる。キックアウト小松、ここで来た、来ましたね。3秒ショットクロック、2秒1秒バイオレーション取った。スペンサー選手はもう徹底的にアシスト役に回ってますね、はいはい、さあ同点です。追いついた。こっからの戦い方は東京ダイムか。しかしながらクレヨンも今日は3人、おタナ、決まったがどうだ。シュートはカウントですね。スコアは認められます。タナ選手調子いいですね。来ましたね。もうこうなると、はい、あえてカエル選手がインサイドを攻めているときに、うん、タナ選手は離せないですね、はい、逆にスペンサー選手の方からヘルプ行きたいんですが、やっぱ3人だとヘルプに限界があるので、うん、はい、落合選手に1対1で頑張ってほしいですね。なるほど。さあ楽しみな残り1分40秒です。ここに来て小松、15対15、帰りが強い。しかし本当によく声が出てるこの両チーム。クレヨン勢い落ちないですね。落ちないですね。キリキリですね。ここで2どうだ。来ましたね。ついに来ましたね。一番いいとこで入りましたね。さあ1分切った。ここは東京ダイム返したいです。小松。入りましたね。来ましたね、はい、ここで来ました、はい、まあ、確率的には多分1割か1割切るぐらいだと思うんですけど、はい、その1本が重要なところで来ましたね、うん、これもその打ち続けてきた結果、はい、結びつきます、はい、残りは 50.4 秒、リードしているクレヨンボール、7秒、ショットクロック5、今ちょっと音が鳴ったが鳴ってました、ね、流れました。しかしここはチャンスだと思って、ショットクロック6秒、5秒、3秒、マイボール生かした。28秒、あ、下がった。カイル狙ってきた。うわうお、どっち、オフェンスですね。これはグッディ、はい、素晴らしいディフェンス。タイムアウト、タイムアウトは東京ダイムドットエグゼ。さて終盤です。もう残りは20秒。そうですね、20秒って考えると、まあ、時間使わず1点取るか、もう2点を狙いに行くか、はい、さっきの1個前の試合の落合選手のシュートみたいな、はい、セットプレーもありえるかと思いますね、はい、ここは東京ダイムボールです。クレヨンとしては2ポイントを打たせたくないですね、はい、さあどんなプレーで来るか、はい、あとファールもお互いできません、うん、1点を狙いに来るならまだチャンスがもう1回巡ってくるという2ポイント、さっきのプレーだ。あー、いいチェックだ。ここ読んでいるが、カエル選手も絶対打たせないようにチェック行きましたね。そこは、はい、落合選手も打つ気満々で、はい、
まだ時間的に止めて、うん、もう一回チャンスあるのでファールしないようにしたいですね。12秒です。ファール行きましたね。もう止めます。これが7つ目です。ここで相手に2つのフリースローを与えることを選択。時計を止めてフリースローを選択です。まあ、すぐに攻撃のチャンスを、はい、出てきますからね。とにかく時間使わず、はい、早く2ポイントなり取りたいですね。さあこの返し、カエル選手はしっかり決め切りたいです。落ちた。さあこのオフェンスだ。小松2ポイント、これが欲しいかの。もう1回ファールに行きます。ファールゲーム、点差は3点です。もうカエル選手は1本決めればちょっと勝利が見えてきますね、残りは 6.4 秒です。ツーを放つが落ちます。いや3人でよく戦い切りましたね。そうですね、はい、ここでタイムアップ、はい、そうですね、 3人がしっかり、うん、役割持っていいバスケットしてましたね。素晴らしい戦いっぷりでした。 3x3.exe プレミアジャパン2020カップパワードバイサンクロレラ決勝戦、東京ダイム .exe vs 東京クレヨン .exe ファイナルを制し、見事この大会のチャンピオンに輝いたのは東京クレヨン .exe でございます。さあ一色さん、はい、決勝は早速